はい、皆さんこんばんは。それでは、前回ですね、ノーマルで、グラニーですね、追加エリアなんかもクリアいたしましたが、今回はお約束通り難易度エキストリームですね、最高難易度で遊んでいきたいと思います。さあやっていきましょう。まあまず最初はクリアというよりも、まあ、どんな感じかって感じですね。お試しでやっていきましょう。初っ端からいけりゃいいけど、アイテムの配置によってはね、ほぼ無理っていうのもあると思うので、まずはお試しと。どんぐらい足が速いかもね、まだ確認してないからね。まあでも先方は一緒。まずは中身チェック。早速ギアをさ、ギアがありましたね。ちょっと待ってくれ、いきなり死んだ。ギアを置いてきちゃいましょう。おっと、誘導室。まあとりあえずかけられてはいないかな、すぐには。よし、これ OK。 あの紙ヒントだったみたいですね。あのコメントで訳してくれてる人がいて本当助かりました。よくあのちっちゃい字読めましたね。すごいすごい、ありがとうございます。解いちゃった後でしたけどね。とりあえずここに置いとこうか。ギア2個あるね、あそこに。まあ設計図の上にギアがあったので2個あるって。あと鍵さえ手に入れば回せるね。これはいいね。上の階にいるのか。入れ違いって感じかな。あれ、どのぐらいの速さ。うわ、地下室にアイテムがないパターンだ。これはこれはしんどいパターンだぞ。ねえ、しんどいね。この、あの、グラニーに関してはだいぶ余裕がない実況ですよね。もうほんとただぼやいてるだけって感じ。あ、いいね。いいんじゃないですか。これはいいですね。やるべきことをやっちゃいましょう。うわ、そこに罠か。踏まずにいけるか。危ねえな。こっち来そうだな。あそこに罠置いたか。何してか分かんないけどね、これ。一応誘導してるんですよ、音出して。これ踏まずにいけるか。今はいいけど、後がやばそうだ。何もなし。何もなし。ヒヒヒヒ。寝れば寝るほど、色が変わる。ヒヤヒヤヒヤ。コード見っけたね、今ね。覚えておきましょう。コードめった。ハンマー見っけるまで、とりあえずここに置いておきましょう。先にコードやっちゃおうか。いてててウェポン欲しいな。ウェポン欲しいな。鍵が1個増えてんね。ね。1個か ?2 個か見たことねえのあるぞ。なんかね、上から伸びてるやつが1個あったね。今んところハサミとコードを解除した。で、ギアがもう1個。ハンマーがねえな。ハサミを持っていく?いや、置いていこう。ああ、誘導したいな。ああ、しまった!まだいた、ここに。しまった。あれ?なんでそっちにいんの?
やっちまったな。今のは油断でしたね、完全に。暗くて見えなかったね。これあれなのか、なんか難易度上がると暗くなるみたいな話してたけど、奥が全然見えなかったね。やってくれるぜ、やってくれるぜ、やりパンサー。あー、あかんて。ね、部屋の向こう見えないじゃん、真っ暗で。おお、私はね、画面が暗くなることによっての難易度の上昇はね、プレイ自体はいいんだけど、動画としては最低だと思うんだよね。最低ってか、見え栄えが悪くなるだけだからね。その難易度の上げ方はあんまり好きじゃないんだよね。見る人がただ見えないだけだからね。足が速いから、すぐに移動してくれる可能性は。暗くて見えないよ。暗くて見えないよ。あ、やばいやばいやばい、痛い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 。ああ、無理だ。なんで気づいたんだこっちに今。扉が開いてるのになんで俺入ったんだろうね。いやー、失敗した。いやー、ギリギリだなこれ。大丈夫かこれ。よーい、スタート。よし、あ、仕事でやってんだろうな。あ、普段からああいう服とか絶対着ないだろうしな。よし、いや可愛かったね。あー、なっちゃった。ひー、はーやいね。暗くて見えないけど、なんか来てるのは見えてるね。かすかに見てるね。あいつマジ後ろに目があんのかな。いや暗いな、行ったかどうか見えないね。やべ、最悪。あーあー、危ねえ危ねえ、落ちるとこだった。あれ、アイテムねえな。え、ないな、マジか。あー、バッテリーあった。あれ、さっきあったっけ。いやー、さっきの2連発のミスが痛いな。12、あと、まさきか。よし、ハサミここか。遠いな、ハサミが遠いな。うん、ここまで取りこなきゃいけないのか。ちょい厳しいね。できればね、ハサミ上で手に入れば超楽だったんだけど。お、なくなってる。うおっ、ごっつ。スピード勝負だよ。ふう。
つ。あのおばあちゃんがでもあれだね、ドリブルしてあの箱をどけてくれたんだね。助かるよ。もう私はな、あ、来ねえか、遠かったのかな。からか。へえ、嫌だな。あの下降りたんじゃ間に合わねえもん。やだな、これどうしよっかな。降りれるのか、一か八か降りる。近そうなんだよな。嫌だな、これどうしよう。やはり一階に誘導した方がいいのか、それとも。これね、多分高速で来ると思うんだよね。ほらこれさ、自分怒っちゃうんだよ 100% ね。あこれ秒で隠れてもね、多分あの閉めらんないし。一か八かやりたいとこだが多分無理だろうな。あれ、これもしかしてその選択肢なくなった。多分降りて部屋から出てロッカーにか、じゃね、ベッドの下に隠れるのは不可能だと思うんだよね。かといってロッカーに入るのも多分無理だと思う。あ、言ってくれたかな。これさ、いやだったらやっぱり一番いいのはこれだろう。もう行っちゃう。で、こうして。よし、この仕掛け、これ下のさ、セキュリティのさ、コード切れば、切れよって言われたんだけど、切っても、ここのセキュリティは解除できないんだね。あまり意味なかったか。あまり意味がなかったのかな。よいしょ。ちなみに、今、夜の、11時です。特に深夜でもないという半端な時間でございます。最近夜撮ってるからね。どうもね、あ、何あれ、セーフキーかな。完全にね、ロードバイクにずっとやってるんだけど、ここのところ山登りにはまっちゃってさ、あんなに苦しいのにね。ああ、あかんて。あんなに苦しいのにね。え、そっち。今のじゃ一回板の上に落っこったからそっちの反応なんだ。ひでえなそれ。山登りにはまっちゃってるんだよね。完全にね、苦しい、山登り。30分ぐらいかけてさ、一瞬、必死こいで、で、頂上まで行くのね。で、その後、降りてくるときは、もう、降りてくるときは最高、ほんとに。10分ぐらいで降りてきてじゃん。シューって。それが気持ちよくてね、もう山登るのが今、楽しくなっちゃった。クライマーですよ。別にクライマーしたいわけじゃないんだけど、楽しいんだよね。その苦労して登った後にね、
朝だらだらかくんだけど、もう流れるような汗かくんだけど、その下りすげえビャーンと速度出るんだけど、下りで一気にね汗が乾くの。涼しくてやばいね。ゲーオタがね、そういうこと言うのもおかしいかもしれないけどね、外出た方がいいよ。あ、やべ、くそー、ハンガーが落っこったのか。よし、えい、いや絶対今までもそうなんだけど、これ落っことしてうまく成功した方が誘導が楽なんだって。頼むよ頼むよ。うまくいったんじゃない。下行ってないっぽいな。あれ下行ってないっぽいな。よしよし、うまくいったうまくいった。これがセーフキーか。いや息を飲むね。喋れなくなるさ、それは喋れなくもなるわさな。そらそうだ、ゲームの方に集中してるからね。いやなんかでもやれてる感じだな。あんまりハートと変わんない気がする。いやハートよりか辛いだろうけど、当然当然ハートよりか辛いけど、あのやってること一緒だからね。来たらアウトなだけで、追いかけっこはできないだけだな。あと多分麻酔がきついのかな。麻酔どうしようかな。いや麻酔に関してはあれか、まあもともときついからな、麻酔はな。でハードもともと、はっ、なんか落ちてる。ん、何これ、鍵。あーなるほど、そこできそうな。よいしょ、すぐ来たね。なんか落ちてたね今。音を立てると速攻で来て殴られそうだな。血が俺出てるってことはもう2、3発殴られたらもう分かんねえな。何発殴られたかは覚えてないわ。でもラストではないはずだ。ラストデートは書いてないからね。あーなるほど、これなんだ。そうか、これも必要だけど、これはあくまで脱出用の鍵だな。まあこれもやっといっちゃいましょうか。なんであそこに鍵を落っこちたんだろう。これね急がないとね、意外と近いんだよね。あーくそ、そうきたか。でもまあ罠置いたね。よし、もう一個ぐらい罠を置けば消えそう。消えたね。よし、これだ。あばよ。ああ違う違う違う、
ギアそこにあんのか。あ、ギアじゃねえか。さて、何をすればいいんだ。あとは、ああ、まだ行ってないとこあるか。1階の探索も置いてないのか。他には何もなしか。ここ便利だな、これな。この音でよく誘導ができるよ。何度かプレイするとさ、今どういう状況だったかね、忘れちゃうんだよね。もう使ったか。よし、これか。あ、置かなくてもよかったな。今バッテリー入れたんだっけ。なんかもう全然覚えてねえ覚えてねえや。あとはすごいね、まあ、何度もプレイしてるとね。あれ、これ いつの話だったっけって感じになっちゃう。バッテリーは空いてんのか。あとマスターキーと意味のわかんないやつが一個あんな。こういうとこにはないのか。まあまあ、ギアがね、まだ、あとウェポンキーも手に入ってねえんだよな。ギアの鍵が出てないんだよね、まだね。1階の探索嫌だな。ボウガンがないのに1階の探索はちょっときついんだよね。ちょっと無茶だよな。あ、クソ、来たか。まずいな、一旦逃げよう。危ねえ。こいつはこれギアか。これ何なんだろう。そこにギア1個あるよね。嘘、なんでこっちにいるんだよ普通に出ちゃったいやー、しまった。なんだ、やばい。え、なんだ今、全然見えなかった。多分ね、編集でめっちゃ明るくしてるけど、みんなが思う以上に画面暗いっす。死んだらアウト。ゼロー収穫。あ、死ぬかも。危ない危ない危ない。よし、いやー、こっちにいたか。罠もあるね。罠を避けて、避けられるのか、これ。ああ。まずいな。どっかに、他のとこに罠はある。あかん、メンタルがだいぶやられてるな。あ、花が消えてない。反対側もあってないか。
一か八か。間に合うか。うわ、危ねえ。さあ、うわーお。うわーお。ちょっと待って、引っかかってる。危ない。もっと罠を置け。ここになんかつね、もう挟まっ、使用済みの罠まであるよ。さっきから突っ込んじゃうんだよな、思わず突っ込んじゃうんだよ。暗くて見えなくてさ、何秒だろうね、当ててから。結局ね、あのボウガンの弾をね、絶対行かせないやつやんこれ。ちょっと待ってくれ、これもう勝負だもん、こうなったら。あ、これ引っかかんのか、しかも。嫌なやつやなぁ。こっちに呼んで、こっち側から行く。いや、こっち側から行く必要はねえや。また違うところに罠を置いたね。あそこの罠はなんとかして、あ、消えた。ここの罠が消えた。上の罠はどうだろうか。これは踏むな。もう一度誘導しよう。もう一回罠を置かせましょう。これしないとね、事故る可能性がある、罠で。十分に誘導したら、もし罠を置いた音が聞こえたら、また罠を、音を鳴らすと。ほんと地道な作業。先にね、その言い訳しておきます。今回はあくまでお試しです。死んでもごめんね。あ、くそ、ダメか。いやー、事故んな、これだとな。いやー、なかなかあの罠が消せない。何してんの。今罠置いたな。今ので消えたか。ただ違うところに罠は仕掛けられてるけどね。意地でも上ポンを取らせない気だな。よし、消えた。やっと消えたよ。またここ引っかかった。これね、勝負だよ。いや、スタックできねえじゃん。誰でスタックできるってやつ。やばい、早っ。15秒。15秒だったらもう一発当てるか。いや、リスポーンだっけ。あー、リスポーンだな。15秒か。やばい、今俺なんかおばあちゃんの中に包まれた気がする。ここはどこ。はっ、しまった。しかも撃っちゃったよ。え、奇跡。おばあちゃんに包まれた気がしたんだけど、生きてる。撃たなきゃよかった。やっちまった感半端ない。なんか知らないけどワープした。こいつ絶対、こいつマジ絶対殺す気だな、こっちのことをね。
すげえな。要はあそこに罠置いたな、あいつ。ピンポイントだよね。くそ、ボーガンの弾を。あれば。つか、15秒鬼畜すぎねえか。あれ、消してくれー。いやー、リスクを犯したくないな。こっちに呼んだら踏むか。踏んでも死にゃ死ねえだろ。いや、この人信用できねえな。え、信用できないんだけど。間に合うかな。間に合うと思う？2回失敗したね。今痛い、血だらけになっちゃった。なんかね、押してもね反応しないん。ん？音しなかったぞ。飛べって。いけるかな？今の音はいいのかな？ちょ、ビビりすぎてんな。なんせね、あと1日しかないんですよ。これ当てたらリスポーンなのか。リスポーンの間に狙うのか。ちょっとリスキーすぎないか？15秒だとマジで狙ってる暇ねえしな。だったらこっちで。だからなんでこういうところに罠があるって。あれ当たんねえんだよ。ナイスショットすぎる。ちょっと待って、入って。危ねえ。ふぅ。ちょっと今危ないから、マイナスドライバーは後回しにしました。まだ向こうにいるね。まだいるよね、多分。完全に向こうにいるのを確認してから取りた方がいいかもしれないね。さっきからずっとそうだもんね。なんか罠置いたことさ。頼むぜー。ごめんね、退屈なのがずっと続いちゃってね。バカじゃないの？罠の量がね、2連発なんでね。あー、じゃあ。ボウガンの弾をも取ってくるのもありだな。お前これちょっと。お前ちょっとお前これ。あ、1個やったな。1個はやったかな。1個やってねえし。普通に2個置いてあるし、あそこ。どないせいっちゅうねんこれ。お前踏む？やっと血が収まってきたのに踏む？これしかも反応しない。しまった。しゃ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 。痛い痛い痛い。せっかく治ったのに、怪我が。ちょっとすげえ頑張ってますよ、エキスパート。エキスパートの私が。え？っていうふうにね、今、みんな思ったと思いますが。私もそう思います。
や、早い。おー、見てる。バカメ、バカメ、バカメ。そういうのをバカメというのだよ。ちょちょちょ、予想外の回り方した。もういないよね、もういないよね。いないと言って。嘘だと言ってよ、バーニー。光る、ハゲ頭。それ F91 か。いいぞー。これいいぞー。怖いのが、この鍵を開けると鍵がポトッと落ちるのね。その音に反応してどの速度で入ってくるかだよね。どの速度でこの私に追いついてくるかということでございます。どっこい。あー、鍵落とすの忘れた。まあいいでしょう。来ませんね。来ませんね。来まし。来ませんな。お、音出なかった？これはラッキーか。安易かな。これ確か鳴らした後必ず入ってくるんだよな。閉めとこう。おーっと、びっくりした。バッテリーが、バッテリーが、バッテリーも限界が近いな。音鳴らなかった。さあ、バッテリーの限界も近いが、一つ謎を解いてないんだよね。これもしかしたら俺バッテリー切れゲームオーバーの可能性あるな。早く充電器を探して。まずいな。いないよな。いないよな。そうか、マスターキー一個ね。そのー一個わかんねえことがあるんだよな。まだ見てないあの仕掛けが一個あって、そいつをどうしたらいいのかな。もうでも大体終わった。大体終わったか。やるね。やるね。おおよそ終わったのではと。15秒間のインターバルを取るか。最終チェックしよう。たった15秒しかないんだよな。でもな。あ、ケツ。たった15秒なんだよね。これがどこに。あい、しまった。見えてたんだけどな。どこに繋がってる。あー、しまった。やばい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 。なんかどこに繋がってんだこれ。聞いてる本当に。どこに繋がってる。この仕掛けがわかんねえな。スイッチ。
最後の仕掛けがわからない。なんだろう、どこのスイッチだろうか。なんかコードは伸びてるように見えたね、今ね。分かってりゃクリアできそうだな。なんか向こうに伸びてんだよな。届かねえかな、あれ。あ、やべ、ちょっと。やばい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 。一旦回って。ここ出ちゃう。スイッチ。この辺探索してないから、ここになんか謎、新エリアに謎が。あるのか、それともこのおばあちゃんが出入りするところには謎があるのか。しまった、見てなかった。これまた、これまたここだけググってしまって、もういいのかな。何がスイッチだろうか。ああいう意味のないオブジェクトに関係してんのかな。それとも、それともやはりあの人形が何か関係してるのでは。あ、玉なしだ。しまった、玉切れか。いや、ちょっとわかんねえな。いや、一応今回は長くなっちゃってるんで、ここまでかな。さすがに弾を取りたい。これがどこに伸びてんだろう。外っぽいんだよな。取れろ取れろ。外っぽいんだよね。どっちから来る？外っぽいんだよな。あ、ある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 。暗いけどなんか見える。よく見えねえな。くそ、暗くてよく見えねえな。あ、これまずいな。来る方向がわかんねえ。なんかあそこにあるっぽいね。なんか外に、くそ、明るければよく見えるんだけどな。これか。わかった。よし。勝ってやる。ただ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 。いやー、これさ、余分なね、あれがなければ多分勝ってたって。このヘボいミスさえなければ勝ってたって。くそ。マイナスドライバーか。今のうち防寒15秒だとあんまり関係ねえからな。よし。で、マスターキーがそこに転がってんだっけ。さあ、それの開けた後がどうなるかが怖いのと、今このタイミングがちょっと怖い。ちょっとなんで上がれないんだよ。このタイミングがちょっと怖いね。
よしよし、スイッチは切ったかな、これで。さあ、ここ注意だ。今ので音で外に行ってくれりゃいいんだけどな。ボウガンこっちに用意しとけばよかったな。いないよね。いないよね。よく見えねえんだよな。よく見えないんだよ。よし、ちょっと待って、マスターキーそこにあるよね。開いてんのか、これ。よっしゃー、いったー、一発でいけたエキスパントはブクでしたね。何言ってんだよ。いやー、きつかった。きつかったけどね、ハードの方が俺きつかった。多分。いや、いけましたよ、これ。いやー、私にかかればねー、こんなもんですよ。いやいや、大変だった。いやー、すごい大変でした。いや、面白いですね。このグラニーでございますけど、ぜひぜひ、続編なんかも出たらね、やりたいと思います。ということで、なんだか長くなっちゃいましたけど、グラニー、無事クリアできました。ありがとうございました。